皆さんこんにちは。すごろく屋スタッフの安本です。今回はクリスマス特別企画をお送りいたします。プレゼントにお悩みの方はいらっしゃいませんでしょうか。事前にツイッター等でそのようなお悩みを抱える方を大募集しておりました。弊社すごろく屋代表がお話をしながらクリスマスプレゼントにぴったりのゲームをご提案していきます。それでは丸田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、今回もよろしくお願いします。はい、それでは早速ご相談の方をお呼びしようと思います。あかねさん、こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あかねと申します。はい、あかねさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは改めまして、自己紹介とご相談内容をお願いいたします。はい、私あかねと申します。相談内容なんですが、私子供が2人おりまして、小学校1年生と3年生なんですね。で、1年生の方は理解力はあるんだけれども、ちょっとこう自己都合でルールを曲げてしまう子。3年生の方は相当厳しい難しいルールでも理解して大人と一緒に遊べるタイプの子供で、その2人が仲良くボードゲームをしたいというんですが、なかなかそういうゲームが見つからなくて、どういったゲームが一緒に遊べるかなと思ってご相談させていただきました。切実なお悩みで、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、早速お答えしていきますね。はい。はい。いくつか聞きたいこともあるんですけども、はい。まず、普段こういったゲームをやってみた、期待してやってみたんだけれども、先ほど言われたような、どちらかがこのように受け付けなかったというような何か例を、それぞれ上の子と下の子でいただけると参考になりますが、どうでしょうか。そうですね、上の子は例えば大人が遊ぶようなカルカソンヌですとか、あとはオリジナルのいろいろな同人の方々が出してらっしゃるようなゲーム、あるいは、キャット&チョコレートといったような、そういう物語を作ってお話を作るゲームとかでも楽しむことができるんですが、下の子はまだちょっとそこまでいかない。ただ、なんじゃもんじゃですとか、あと、ダイソーで売っていたのかな、変顔マッチという、顔を作って遊ぶようなゲーム、あとは、イチゴリラとか、そのあたりが遊べるんですね。はい、上の子に合わせると、下の子がもう、わからなくて嫌になっちゃう。下の子に合わせると、上の子がもう一回やったら飽きてしまって、もうやらないってなってしまう。そこで喧嘩が起きちゃうので、ちょっと悩んでいます。なるほど。そうですね、今のその場合だと小学校3年なので、はい、そんなに小学校1年生の子が遊ぶものを極端に嫌がるっていうのがそれほどないはずなんですけど、うん、なんか大人っぽいやつじゃないと嫌だっていうのは、少し背伸びをしたがってるせいかなっていう気が今お話を伺ったりする、はい、もうそんな感じはありますか。そうですね、ちょっと大人と一緒に遊べるものがお姉ちゃんの上の子の方が楽しいと言っていますし、お姉ちゃんなんですね。あ、はい、そうです、女の子2人です。はいはいはい、なるほど。そうですね、でもあると思いますよ。ちょっといくつか紹介しようと思うんですが、はい、下の子が割と遊ばれているものが3歳とか4歳でも遊べるようなものを遊んでいるという気がするのですが、はい、もう少し歯ごたえがあるものっていうのも多分遊べると思うんですね。それら試してみられて、ちょっとあんまり向いてないというふうに感じられたゲームがもしあれば、ちょっと参考にしたいんですけど、何かありますか。試してみて合わなかった、年齢的にその対象範囲内のはずだっていうものですね。ですね、なんだっけ、あ、ブロックスをやったんですね。ブロックスはちょっと早いと思いますね。ブロックスはちょっと、そう、1年生にはちょっと難しかった、はい、そう思います、はい、あとはボードゲームというのかな、一応ボードゲームですよね。オセロですとか、そういったものもちょっと難しかった。勝てないとイライラしてしまって、はい、ズルをするんですね。わかりやすく、はい、そうですね、
勝てないとというよりも、楽しみが勝つことぐらいしかないっていうのがオセロは大きいんですよ。はいはい。リズメのゲームでアブストラクトというんですが、テーマ性がないものをアブストラクトというんですね。はい。で、その、まあ、抽象化という意味なんですけども、その抽象化されたゲームって、まあ、その、システムがむき出しなので、うんうん、子供にとってあんまりその楽しみ要素が少ないので、はい。そうするともう勝つ負けっていうその要素が異常に大きくなるとか、それしかないという感じになって、で、それでまあ、実力的には一番、下だということが分かりつつもそれを突きつけられるので、まあ、それは嫌だよねっていうところであがいて、まあ、ズルでもするぐらいしかもうないのだっていう感じだと思うんですよ。なるほど。で、なので多分まあ今お話を伺ってるとあんまりその子に合ったものっていうのはあんまりされてないかもしれないなっていう気がしました。その子ができるかなと思うけどちょっと難しすぎるものを割と遊ばせてるかもしれないなと思ったので、それで言うと一つ猫とネズミの大レースっていうゲームは遊ばれたことはありますか？名前は聞いたことあるんですが、はい、遊んだことはないですね。あ、なるほど、はい。猫とネズミの大レースもいいですし、あとはですね、その下の子が何か得意だって思えるような何か要素はありますか？例えばこの子割と図形に強いなとか。ですね、そう、確かに図形には強いです。なので、はい、バルバロッサを今度手に入ったらやってみたいなとは思って。いや、全く向いてないと思います。向いてないですか？こういうゲームじゃないです、バルバロッサは、はい、あ、そうなんですね。小学校3年生ですら無理だと思います。なるほど。あのゲームは、ね、はい、バルバロスさんは粘土で形を作って、抽象的に形を作って、それをはいかいいえで答えられるような質問で、真羅万象を切り取って、はい、それを特定していくっていう推理の、ね、うん、そうですね。はい、その辺のその真羅万象を切り取るような思考ができないと、大人でも無理だと思います。なるほど。はい。なので、粘土だっていうことで子供っていうふうに結びつけちゃうと、はい、難しいと思います。難しい。はい。あとはエセ絵画家ニューヨークへ行くでしたっけ？あのあたりはどうでしょう？心理戦になります。で、心理戦もその相手というか、その他の人たちが、まあ、狙った対象の人がどう考えるかっていうことが自分の中でしっくりきて予想がつくので、うん、うまくやった時に嬉しいんですけど、うんうん、子供の場合には相手の心理まで読めない、自分のことでいっぱいなので、うん、はい、ってなった時に相手の心理を読んでうまくやりなさいってすごく難しいんですよ。それでうまくやれたとしても何のこっちゃっていう感じなので、はい、あれも大人用だと思うんです。なので多分大人で簡単なものを子供ができるっていう風な感じで、その下の子が遊んだ時に、うん、ちょっとこう合ってないっていうようなことがあるかもしれないなというふうに思いました。で、まあ、猫とネズミの大レースと、あとちょっと待ってくださいね、私も今まあ、で、上の子が簡単だと思ってもいけないんですけど、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、早速も画面の方を出して、調べていきたいと思います。このゲームリストなんですけど、定番おすすめと書いてある、このボタン、親子6歳向けというところがあるんですけど、ちょっとまあ、下目にここ見てみましょうね。まあ、かなりね、2歳とか3歳から書いてあるんですけども、下の方に行って、そうですね、この辺の子もだとお姉ちゃんがちょっと物足りないと思うので、やっぱここはちょっとこの6歳向け以上というところを見ていきましょう。はい、まさしくね、この猫とネズミの大レースというこの定番のゲームがあるんですけども、はい、まずこれが一つ、そして、あのホリモグラもちょっといいゲームなんですが少し早いのでちょっとこれは置いときまして、はい、では、まあ、でも猫とネズミの大レースにしましょうね。はい、じゃこれをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、拡大して、まあ、このね、キッズゲーム大賞ドイツのキッズボードゲームのキッズゲーム部門の大賞を2003年に受賞したゲームなんですが、このゲームはですね、こんな感じで、はい、大きな盤面に対してスタート地点からマス目を伝ってぐる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 といって、
まあ、ここが最終地点なんですが、こっちに向かうスゴロックっぽいゲームなんですけど、実はまあスゴロックと呼べない気はします、これは。はい、あの最初にここの部屋に自分のネズミたちが 4,5 匹おっちゃりいるんですけども、サイコロの目、自分の番でサイコロを振ってサイコロの目が出るたびに、その目に合わせてどの 4,5 匹いるうちの自分のネズミをどれを動かすかを決めて進めていきます。で、目指すものはゴールではなくて、まあ、先ほどここがゴールっぽいと言ったんですが、これはゴールではなくてですね、途中途中にですね、入れる場所、入って役目を終えられる場所というのが5箇所ありまして、1,2,3,4,5 というのが5箇所なんですね。ちょっとここ見えてないですけど、ここが最終地点と。で、その5箇所に1点、2点、3点、4点、6点っていう得点が置かれてるんですよ。で、この得点を集めるゲームなんですね。はい。で、まあ、ということは、今の説明だけを聞くと、えっちらほっちらそれぞれ進めて自分の 4,5 匹全員をこの6点のところに導けばいいんですが、はい、そもそも4つずつしかないので早い者勝ちなんですね。で、もう一つ、このかなりこのインパクトのあるこの子ですね、猫ですね。で、猫が実は最初はもうかなり後方から後ろの方から、いるので、なんか安全っぽく見えるんですけど、かなりのスピードで進んできます。サイコロの目で猫マークが3分の1の確率で出るたびに、一歩ずつ後ろから迫ってきます。はい。で、捕まるとですね、ネズミが何も得点を取れずに連れ去られます。はい。もう泣く年ではないと思うので、食べられちゃうとか言っても大丈夫だと思うんですけど、もうちょっとちっちゃいと食べられちゃうというとかなりかわいそうで泣いちゃうんですが。はい。とにかくいなくなります。いなくなっては困るので、うん、ということは、かなりの速度で来るということは 4,5 匹を少しずつまんべんなく進めていては絶対に全員捕まります。はい。なので、じゃあどうするかというと、じゃあ1匹は 4,5 匹いるうちの1匹は1点でいいやとか、でもそこで役目を終えていいなとか、2点でいいなとかいうことで、役割を自分で決めて、孤立にはこれを取らせようとか、これには遠くまで頑張ってもらおうとかいう役目を決めるんですが、猫の進み方も一様ではないので、なんか猛烈な速度で進んできたなとかいうこともあれば、全然進まないなということもあれば、そんな感じで、これ実は簡単に言うとリスクマネージメントのゲームでして、どのくらいのリスクが今迫っているのか、だとしたらこのぐらいのリターンを狙ってもいいんじゃないかというのを4歳ぐらいからやれるゲームと。面白いですね。はい、はい。で、分かってくるといろいろ分かってきますが、これ4歳の子がやった時には単なる追いかけっこレースに見えます。はい。その小3の子がやると得点を稼ぐゲームに見えると思います。はい。大人がやるとリスクマネージメントのゲームに見えます。ということで、かなり段階的に成長とともに気づくことがたくさんありまして、大人でもあんまりそのこれの出来の良さは最初気づかない。ということで、このゲーム実はうちのカテゴリーで言うと、子供が手軽にとじっくりと、大人が気軽に手軽にっていう4つの適性のマトリックスがあるんですけど、すべてを網羅しているという、唯一のゲームがこれだったりします。はい。どんな年齢で、はい、楽しめるのが面白いなと今。でもこの類ね、結構ありますよ。はあ、そうなんですね。うん。ただこれはかなり優秀な方なので、はい、何でもかんでもこのクラスだっていうふうに思われてしまうとまずいんですけども、やっぱりまあ年齢の表記って大事だなというふうに思っていただけるといいと思いますね。はい、確かに。はい。いろんな本、書籍だとかでもそう答えてるんですが、どうしてもメーカーとしては、年齢を下目に書きたいんですね。幅広く設定した方が買っていただけるので。はい。でも実際のところを見てたところ、そのやっぱり、クラス、40人ぐらいの中で、2人とか3人とか、ちょっと賢めな子がその年齢でできるだろうけど、みんながみんなできるって当然ありえないっていう。
なので、まあ、だいたい 1.5 倍ぐらいしてもらう。このゲームだと4歳からなので、だいたい6歳ぐらいであれば、あの、自分がうまくやって楽しいなとか、いうふうに、あの、感じてもらえるんじゃないかなという気がします。ありがとうございます。はい、で唯一、あ、で、もうちょっと、はい、あの、追加で、あの、追加でというか、で、まあ、こんなね、あ、まあ、こんな箱なんですけど、はい、あの、先ほどその、ズルをするとかっていう、そのことがあって、たんですけども、はい、話があったんですけども、あのやっぱりなゲームが1ゲームが長ければ長いほど、うん、その結果の重みが重くなるんですね。はい、なので負けっていうものがそのプレイ時間に比例して大きくなるので辛いんですね。うん、なのであのできればまあ短いゲームを繰り返して遊びつつ、まあ、その子も勝てる要素があるっていうものを選んだ方が、あの、ああ、まあ、負けることもあるんだなとか、あの、人が負けて自分が勝つときと、自分が勝って相手が負けるときって、同じことなんだな、みたいなことがだんだん分かってくるっていうのに慣れた方がいい面はあります。で、これはちょっと長いです。そうですね。分ぐらいかかるので、はい、ああ。そういう意味では、はい、あの、じっくり遊ぶときにはすごくいいと思います。はい。ちょっといろいろね、あの枝葉の話もいろいろ含めてしまったんですが、いかがでしょう、この猫とネズミの台です。面白いですね。あのちょっとその前に下の子が勝てるようなゲームをこう気分が上げられるようなゲームを本当短いものを1個か2個やってから、もっとやりたいってなった時に、はい、こちらの猫とネズミの台レースをじゃあやってみようかって出したら、きっと食いついてくるんじゃないかなって今お話聞いてて思いました。はい、そうだと思います。それで勝てても負けても、はい、あのあこういうゲームもあるんだ、面白いねって思ってもらえて、またやりたいってなるのが一番嬉しいなという。そうですね、はい、あの最初のオセロの時の話もしたんですが、これはアブストラクトっていうテーマがないものじゃなくて、テーマがあるんですよ、はい、猫とネズミっていうモチーフがあったりするので、うん、あのそういうモチーフがあったりとか、そのゲームの中身でもそのあの細かいレベルで楽しみがあるっていうものの方が、その負けたとて楽しかったっていう風になると思うんですよね。このゲームでは食べられちゃったとか、ね、はい、お父さんがネズミ、お父さんが猫を出しまくるとか、そう、あの多分そういう自分がこう勝つ負けるではなくて、猫を出しまくりたいとか、あともうとにかくたくさんのネズミを助けてあげたいとか、そういう自分なりのゴールっていうんですか、そういうところが作れるのが楽しいだろうなと思いました。はいはい、そう思います。はい。あの、合ってそうな気がして、はい、いいおすすめができたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい。はい、という感じで、あの、お店だとか、また、あの、まあ、メールとか何か、またご相談いただければお答えできると思いますので。はいはい、ありがとうございます。ご活用ください。ありがとうございます。じゃあ、こちらで、はい。はい、失礼します。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい、ご相談いただきありがとうございました。仲良く遊んでいただけるといいですね。それでは今回はこの辺で、次回をお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは。